エントリーマッチョ、短時間で楽して鍛えたいあなたに最後の提案、サポート機能満載の誰でも絶対続けられる腹筋ローラー、エントリーマッチョ。腹筋ローラーといえば一見簡単そうに見えるものの、あまりものきつさに挫折者が後を絶えないのが特徴です。しかしこのエントリーマッチョはツインローラー、サポートチューブ、ニーパッドを搭載したことにより、初心者でも無理なく腹筋トレーニングが開始できます。安定して無理のない姿勢でトレーニングできるのが嬉しいですね。私の筋力トレーニングはここから始まったと言っても過言ではありませんよ。ローリングマッチョ、手だけでなく足でもトレーニングできるように進化した、体幹をごく短時間で鍛え上げるコアトレーラー、ローリングマッチョ。従来型の腹筋ローラーは上半身の体の表面しか鍛えることができませんでしたが、ローリングマッチョは体の裏面、下半身のトレーニングができます。もちろん基本的な腹筋ローラーとしても使用できるので、体幹を中心とする全身の強化ができます。私は今までの腹筋ローラーでは何か物足りなさを感じていました。上半身しか鍛えられないジレンマを解決してくれたのがこのローリングマッチョ。はっきりと申し上げましょう、筋力トレーニング界に革命が起きましたね。クイックマッチョ、何をやっても続かなかったあなたでも、これでついに夢のボディが現実のものに。1回60秒間、1日数回振るだけで筋肉に効果的に響きますよ。慣性による反動でダンベル自体の重さをはるかに超える負荷を筋肉にかけることができます。その効果、通常のダンベルに比べ実に7倍。腕だけでなく大胸筋や背筋までくまなく鍛えられます。見た目に騙されちゃいけません。持ってみて初めて気づきます、こいつの実力に。モバイルマッチョ、時間もお金もやる気も使わずに、いつでもどこでも効果的に筋トレを可能にしたモバイルマッチョ。ディスプレイ付きなので、押す力、引っ張る力をその場ですぐに数値で見ることができます。最大負荷はなんと 90kg。 短時間で効果的にトレーニングができます。コンパクトサイズで場所を選ばずトレーニングができるのが素晴らしいですね。私もいつもこのカバンの中に入れて持ち歩いてますよ。ぜひアップバンクストアでお買い求めください。うい、やば。いいっすか、はい、10回ぐらいしかできないですよ、これ。まとめられそうな。やるね。もうOK、もうちょっと。いや、もういいと思います。じゃあ次、まとめられそうだね。これ引っ張れない。そうです。はい。引っ張れない。まあ、いや、はい。全然引っ張れない。出ました。9でした。